ついにベスト8まで進出した。対戦相手は世界最強の戦士、ブラジルのフランシスコ・フィリオ。膝の痛みが再びリュウを襲っていた。がしかし、フィリオを倒してやる。リュウはそう決意した。攻めてくる。膝はもうどうにもならないほど悪化していた。しかしやらねばならない、戦わねばならない。小さな体で常に一撃必殺を信じるし、日本の王座を取り、世界の舞台で活躍し伝説となった男、ナルシマ龍の戦いの歴史は幕を閉じた。